はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラルはね、やっていこうと思います。ということでね、行ってみようと思うんですが、まあ、なんかコレクションブーストってことで、無料の箱1個もらえるみたいなんで、今回はこれを開けるところから行ってみましょう。はい。まず、ゴールドと、ワイルドカードノーマル、さらにロイヤルホグ。で、ハンターですね。ん？この6分の6の雷撃が利用可能っていうのはさ、あれこれ今、あれ今までもこれ何？触ると、あ、交換したいカードをタップ。あ、なるほど、こういうことか。そうか、ハンターと豚か。どっちも使ってないといえば使ってないな。ちょっと変えてみようか。ああ、まあ、ファイアボールのが使ってるか。ちょっとじゃあ、ファイアボールでいいや。ファイアボールにしましょう。あ、ゴブジャイアント。これ、レアリティは変わらんのだよな、多分。じゃあ、この二つでいっか。はい、という感じですね。さあ、じゃあ、他の箱も、ちょっと開けていきましょう。ザッピー、スケルトン。そして、ゴブリンの小屋、ザップ。あ、ザップ。嬉しいね。槍ゴブリン、矢の雨、お、レイジが出る、バーバリアンの小屋。そして、ロイヤルジャイアント、ゴブリンギャング、バルキリー、ホグライダー。なるほどね、と。はい、ということで、じゃあ、やっていきますか。でね、なんかね、ゴブジャイアントで、バトルに勝利しましょうというのが来てるので、まぁ、ちょっとね、ゴブジャイアント、使ってみたいな、という感じなんですが、ゴブジャイアント、使うとして、どんな感じにすればいいんだろうっていう、ゴブジャイアント、まぁ、でもあれか、レベル、12以上じゃないとちょっと今使いにくいので、まあいつも使ってるこの辺は使っていくか。ビリビリのおじさんとザップと、マジックアーチャーあたりは。で、まあちょっとペッカだとなんか役割が被りそうな気がするので、まあ最近よく使ってるエリートバーバリアンの方にしてみるか。これでどうだい？あと何枚？あ、ちょうどか。じゃあちょっとこれでやってみよっか。行きましょう。さあ、まあ、とりあえず不意打ちようか。おい、あーっと、ちょっと待って、ザップ打つ。あー、なんか不意打ち失敗。いてえ。いや、ダメだ、これ。不発してる。樽を無視した分だけ食らってんねえっていう、そういう感じか。ショック。全部防がれちゃったな。じゃあ、後ろから改めて攻撃していきましょうか。ゴブジャイアントを出していく。お、相手はプリンス。これどうしよう。これプリンスもさ、この辺から釣れるのかな？あ、釣れる。ガチャン来る。バチンされる。これちょっとあれだな。エリーとバーバリアン当てていくか。エリーとバーバリアン当てて、ちょっとメガナイトとプリンスをなんとか。あー、これちょっとまずいね。マジックアーチャー出して射抜いていく。あー、ちょ、結構食らう。まあ一応ゴールドナイト前に出して突っ込んでみましょうか。いやー、ちょっと無理。ちょっと厳しいね。はい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 。これはまた後ろから行くか。ちょっと今ね、一瞬ダガーが減ってるうちに前から出しちゃうのもありなのかなとか思ったけど、あー、これはちょっとお化けで殴りますか。
はい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 。もあーっと、ちょっと待った。あー、しょうがない。まあガチャン入る、落としましたね。でエリーとバーバリアンで、プリースは、受け止めていく。まあビリビリのおじさん出す、ビリビリのおじさんはちょっと過剰だったか。ここで釣る、はい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 。ちょっと待った、プリン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 、あー危ない。あー、はい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 。ちょっと待って、あー、ちょっと待った、まずい。待て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 って、あー、マジかー。ちょい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 、ちょっと待って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 、それはどうしよう。一回ゴールドナイトで受け止めてから、エリーとバーバリアンと、ザップ、あー、ザップで死なない。まあ2800ならだがダガーよりこっち突っ込んだ方がいいか。あー、まずい、ちょっと待って、小物攻めやめて。あー、まずい、これちょい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 、無理なやつ、無理なやつ、これ無理なやつだ。あー、どうよどうよどうよ、ちょっとわからん。待ってちょい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 、あー、ガチャ入る、だー、マジかよー、なんでそっちが泣くのはい、ということで最初はやられるところからスタートですね。ゴブジャイアントでバトルに勝利しましょうということで、勝ててないので、こちらも進まないと。まあ次行きましょう。さてさて、まあとりあえず後ろからゴブジャイアント出しましょうか。骨が来る。これちょっとあれか、ロイヤルゴースト先に飛ばすか。で、これでマスケット10、あっと、そういう感じか。これだと、ちょっと怖いね。まあ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 、エリーとバーバリアンで、なんとか対処しましょう。そしてなんとか対処はしたものの、ボムタワーはちょっと逆、うわー、それあるのダメだよ、それはダメ。それに対処はできない、危ない。いやでもこの2体ないと止まらんぞ、食らうし、結局マジかー。ちょっと前から突っ込むか。ペッカがいる。そうか、ミニペッカでダメか。さあちょっと真ん中に寄せて、はい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 、ペッカさんで、あー、ペッカさん、まずい、ミニペッカ、ちょっと待った、くらってる。そしてマスケット重視、ボムタワーが来る。あー、これ厳しい、これは厳しいね。ちょっとね、たまにダメージ入んないようにここで殴るしかないか。はい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 。で、また消える。ミニペッカさん、ミニペッカさんでちょっとやられてんな。ちょっと待って待って待って。またそいつか。またそいつか。くそー、いや、ダメだこれ。ちょっと無視して反撃するしかない。無視して反撃するしかない。いや、ボムタワーがあるから無理だよね。まあ分かっちゃいたけど、しょうがない。いやー、ダメだ。これはダメそう。はい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 。これもうだって、
守ったところでしょうがないでしょ。こっち突っ込んでダメだったらダメだよ、こんなの。みんなで突っ込みましょう。いやちょっと待った、ダメだ、全然突っ込めない。あー、まあ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 しょうがない、これはダメっすね。呪文あった方がいいか、やっぱり。ちょっと待って、ゴールドナイト何か達成してる。はいはい、ゴールド1万ゲットですね。これは嬉しいかな。なんか外して呪文入れるか。っていうか、空に対する対策がマジックアーチャーとビリビリのおじさんしかいないのも、まあ相変わらずといえば相変わらずなんだけど、ちょっと微妙かもしんないな。ファイヤーボールとか入れるか、やっぱり。でもどれ外すって話になっちゃうもんね。ゴブジャイアント外すよっていう。ちょっと今でもゴブジャイアントで勝たんといかんから、このまま行こう。まあ、何回かやってれば勝てる相手に当たるでしょう、そのうち。ちょっと後ろから一旦ゴールドナイト出しておく。何もしてこないね。ん？ミニペッカー、逆サイド突っ込んでみよっか。逆サイド突っ込んでみる。あー、これはザップ打つ。はい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 。いや、ただちょっとペッカが来る。ロイヤルゴーストで、はい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 、危ないところ。いやーでもそっちの人が来る、それちょっと防げないな。間に合わなかった。今間に合うかって一瞬迷ってしまったが、間に合わなかったな。迷わなきゃ間に合ったか。まあ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 、うん、ほぼ五分と言っていいのか、これ。ほぼ五分なような気もするけど。さあ、どうしよっか。まあ、五分ジャイアント出しますか。これはゴールドナイトか。一応、マジックアーチャーもしなくてよかったか。これ一応突っ込んでみる？ダメ元で。一発入ればでかいんじゃない？あー。やられる。はい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 。さあ、突進食らう。まあちょっとエリーとバーバリアンで止めますか。はい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 。これは一応ザップだけど倒せないんだよね。ザップで倒せないのはちょっと辛いね。さてさて、結構食らう、結構食らう。まあ一旦貯めてもう一回ゴブジャイアント構えるか。あー、それちょっと前に出すか。ちょっと前に出して、ロイヤルゴーストの方で倒していきましょうか。はい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 。これ逆サイド行こう、逆サイド。まあでもちょっと待って、ペッカはエリートバーバリアンで受け止めておく。いやでもこれダメか。ちょっと待った、ちょっと待った、どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい、わかんなくなっちゃった。ちょっと待って、あーダメだ、これ落ちてるわ。はい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 。ちょっと待って、じゃあ落とさないとダメだね。落とさないとダメなので、ビリビリのおじさん来る。あー無理だこれ。はい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 。ちょっとここまで頑張って耐えた方だけど、落とせませんね。ちょっと勝てないぞ。さて、まあロイヤルゴーストを一旦後ろから出すか。そろそろ一回勝ちたいけど、相手もロイヤルゴースト。じゃあ逆サイド突っ込んでみようか。ビリビリのおじさん来る。ファイヤーボール痛いね。でお互いすれ違い通信して殴り合うか。
あー、そうですか、そうですか。まあ、これちょっとエリーとバーバリアンで受け止めようか。エリーとバーバリアンで受け止めて、そのまま突っ込んでもらう。追いかけて、追いかけてと。ちょい待ち、ちょい待ち、危ない。危ねえ、エリーとバーバリアン一周してっちゃったよ。で、改めて突っ込む。じゃあ3人で突っ込んでみようか。あー、ベッカいるのね。ベッカいるのはちょっと聞いてないな。はい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 。まあ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 。これちょっと真ん中に引っ張りながら両サイドから殴ってもらえば多分大丈夫。あー、戻っていっちゃった。まあでも大丈夫でしょう。あー、止まる、殴られるって。こっちのが削られてるのか、困ったね。これちょっとゴブジャイアントを縦にして、その間にちょっと、その間に打ち抜いていこう。はい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 、やられる。まあここもやられる。ちょい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 、まずいまずいまずい、これまずいね。落ちたね。あー、落ちない、危ない。いやでも結構きつい。ちょっと待って、見てる場合じゃない。あー、それ打ち抜かれる。だー、そうですか。じゃあこっちから行く。これでどうよ。ちょ、なんか来たらザップ。あー、ペッカちゃんは意味ない。ペッカちゃんザップはあんま意味ない。ちょっと待って、ダメかこれ。ダメだね。ちょっと待って、逆サイドを攻めてみようと見せかけてっていうか、結局ねベッカがいてあっちがちょっと攻めにくいからこっちに一回行ったけど、できればこっちを抜きたいは抜きたいんだよな。あー、2体目いる。ちょっと待って、2体目はずるい。ずるいというか、まあ普通に一周しただけなんだけどさ。ちょい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 、落ちないと、落ちないと終わっちゃう。あー、20秒。おっと、ちょっと待って、まだ続く、まだ続くけど絶望的状況。待て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 、まだ続くのはいいけどきついだろこれ。2500まで削れちゃってる。あー、でも相手も1600だからやってやれないことはなかろうって感じか。さあさあさあ、あー、でもちょっと、狙いが、いやこれどうするべきだ。ちょっと縦的に縦的にこいつ出して、で後ろからエリーとバーバリアンで殴る。ビリビリのおじさん来る、つらい。あー、ちょっと待って、無理か。いや2体目来る、ちょっと厳しいなやっぱり。ちょっと待って、ちょっと待って、こっち誘導して、後ろの、あー、ちょっと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 、無理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 。いや待て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 、マジックアーチャーで射抜くのはまずい。ちょっと待って、ちょっと待って、なんでペッカが間に合ってんだ。ちょっと待って、いけ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 、ちょっと待って、いけちゃあダメか。いや無理かこれ。ちょ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 、ファイヤーボッバッバッジョー。待て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 、ちょっと待って、ちょっと待って、2体目来る。ちょっとペッカやってる隙にこっち落とそう。いけるいける、よーし、オッケー。これだ。オッケー、やっと勝った。いや、しかも結構いい勝利。やったぜ。さあ次行ってみよう。さあ今度はダガガールか。まあ、とりあえずゴブジャイアント出しまして、ラムライダー、まずい。これちょっとプリンスの方受け止めよう。プリンスの方受け止めてラムライダー我慢する。ガチャンが入るよりはよかろう。
さあ、そして、ダガが尽きたタイミングで、工場バーバリアンも行く。さあ、ダガ尽きてるから、相手苦しいんじゃないか？オッケー、とりあえず一本折れそうですね。メガナイトはあちらにサック。いや、これはいけそうだな。この辺でちょっと、バルーンはちょっと、バルーンはちょっとやだね。ちょっと待って、バルーン、いや、わかんない。ちょっと待った。一応、いや、ちょっとね、空が苦手すぎてね、バルーンダメなんだよ。へへへ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。せっかく1本落としたけど、で、2本目も67だけど、本体がやばい。バルーンまた来るでしょ。これ怖いね。バルーン来る前に攻め切っちゃうしかない気がするが、とりあえず、マジックアーチャーで2本目は折れる。OK。さあ、ここからどうするかだよな。これをエリートバーバリアンとロイヤルゴーストでぶん殴って、そのまま反撃に使う。よし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 。いけ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 。両サイド攻める。メガナイトそっちに咲く。オッケー、これは落としきるよ。オッケーオッケーオッケー。いける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 、オッケー。やったぜ。よしよしよし。なんかさっきの一勝でちょっと流れが変わったかもしれん。さあ、あと2回勝つように頑張りましょう。さあ、これも、あー、じゃあこれはね、吹き矢倒した勢いで、吹き矢倒した勢いで突っ込もう。吹き矢倒した勢いで突っ込んでいく。さあ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 、どうだどうだどうだ。いや、でも不発か。攻め不発。こっちだけ食らってんな。こっちだけ食らってんのはちょっとやられてる感じはするけど、まあ、改めてゴブジャイアントでも出していきますか。あー、まさかって言ってるけど、フキア、そうか、最初にフキア食らった分だけやられてんだな。そしてロイヤルゴースト間に合ってない。これは、あー、ちょっと待って、変な動きしてる、変な動きしてる。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。あー、まとめて撃ち抜かれる。マルタも来る。しゃあない、ゴールドナイト突進しましょう。いやー、そいつで受け切られてしまうのは尺だな。全然攻撃が入らん。あ、やっと、やっと通った、やっと通った、やっと通った。さて、さらに、大砲で守られるんだよな。ここで、だからファイアーボールとかがあれば、もうちょっと、大砲処理できるのかなというところですが、まぁ、ちょっとでも優位になったんじゃないか。もう一回後ろからゴブジャイアント行きますか。まあでもその隙に吹き矢とか来ると嫌だけど、吹き矢にはビリビリのおじさん当てようか。さてさて、これは後ろから射抜く準備もして、まあ、ちょっと骨だけ消しとく。ファイアボール来る。なるほど、はい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 。これここでオッケー、突進しよう。はいはいはい、オッケーオッケー、いったいったいった。あ、これはいった、これは行きましたわ。なんで寸止め食らう。あ、オッケーオッケー、これはね、攻め潰そう、攻め潰せる。いけるはず。骨はちょっと消しとけ。はい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 、みんなで突っ込みましょう。ここはどうする。一旦冷静になる。ちょっと守りましょうか。右は大丈夫だから、左をちょっとホグライダー来ちゃったから、まあ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 、守り切ったか。危なはい、ということでなんとか勝てましたね。オッケー、なんかギリギリの一戦を制してから勢いがついてるね。
まずはデイリー開けていきましょう。さあレアにもならないが、中身はワイルドカードレア10個で、ゴブジャイアントの方の3勝も達成したので15枚もらいましたね。 OK。 今はねちょっと一時的にブーストかかってますが、レベル10だったのが、一応11にできるようになったよと。宝箱ねもう1個でいっぱいになるので、じゃあもう1回勝つまで行きましょう。さて、まあ、後ろからゴブジャイアント置きましょうか。相手はペッカー。なるほど、そういう感じね。ちょっと待った、これペッカーでコストない間に突っ込もう。ペッカーでコストない間に、あ、ガチャンいけない。ガチャンいけないか。ガチャンいけないけど。ちょっとこれ、あ、真ん中に寄せますか。まあ、ただ豚にして、うわー、まずい。豚にしてくる人厄介。あー、これまずい。ちょっとどうにもならない。ペッカさんが、あー、いや、これ無理だな。これはちょっと無理だね。最初のペッカを無視できなかったか。はい、これはちょっと仕切り直しましょう。あっという間にやられてしまった。ほいほいほい。あ、ペッカと豚にする人と、ホグライダーと、おっと、何か達成した。エリーとバーバリアン。2000ゴールドもらいましたね。なるほど。さあ、次行きましょう。気持ちよく3連勝してたから、今のも勝って終わりたかったところだが、残念だったね。一旦ロイヤルゴースト出しましょうか。で、相手はショータイム。こっち突っ込むか。で、ショータイムには、エリとバーバリアンでもぶつけておこう。これ、タワーに入れてから、まあ、2発入っちゃうの嫌だけど、これだったら、エリとバーバリアンで割と、不意打ちしてる時と似たような状態なので、まあ、結構入るんじゃないか。なんか後ろにビリビリのおじさん隠れてるけど、なんとか800まで削りましたね。 OK。 これマジックアーチャーで少し援護射撃をして、で間に合うならマジックアーチャーの前にゴブジャイアント出して、さらに攻撃をしていきましょうか。で、はい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 、そっち、どっちどっち、ちょっと待って、一回ザップとか。はい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 。で、まあ一応ビリビリのおじさんだけ出す、ビリビリのおじさんだけ出す。まあ本体がかなり削れてるので、これはこのまま本体を削り切ってしまいたいなということで、まあちょっと相手の樽も無視しましょう。どうよ。はい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 、いけますかね。679、それぐらいだったらいけそうな気もしてる。まあこのビリビリ無視してすれ違ったところでいきましょう。はい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 、まあ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 、いける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 、いけないの。まあマジックアーチャーっすね。マジックアーチャーでじわじわ射抜いていきましょう。あと2発ぐらい。あーっと、おられる。ちょっと待った、おられるのはあんま良くないな。まあでもザップこっちに打った方がいい気がする。ちょっと待って、どうしよう。まずはゴールドナイトでビリビリのおじさん退治して、そのままダッシュしよう。 OK、 間に合ったね。その前にゴブジャイアント、しっかりゴブジャイアントでとどめさせたのは良かったかなという感じですかね。まあ、相手が半ば諦めてたような気もするけど。で、6000ゴールドゲット。こちらは、6分の4まで来たよというところですが、まあ、今回はここまでにしとくか。これ1日と17時間か。なるほど、なるほど。まあ、なんとかなるかな。
はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。